に手形が残されてたのは知ってる。きっと誰かがロッカーの中に隠れた時、うっかり手形を残しちゃったんだろうけど。お母さん、この手形に見覚えはない？ないわよ。だったらこの手形とあなたの手を比べてみましょう。俺に手間をかけさせるの、正直に言うんだ。はい、私の手形です。あっさり認めたべ。じゃあさくらちゃんを殺したのもあんたなんだね。そんなわけないじゃない。正直に言え。私が殺しました。多分 Probably。 Oh, I bet she sneezed because of all the dust。 これまたあっさりだべ。だけど多分って。深川さん、詳しい話を聞かせてもらえる？いいえ。あ、私は大神に呼び出された後、先回りして娯楽室に乗り込むことにしたの。行かないと何されるかわからないし、かといって正面から行くのも怖いから、先に忍び込んでよって思って、それでロッカーの中に隠れて。じゃあひょっとして見てたんか、俺がオーガを殴るとこも。その後、あんたが私の名前でダイイングメッセージを捏造した時もね。そりゃなんとも。アップルー。だから私は、ハガクレがいなくなった後、すぐにロッカーから出て、その雑誌を雑誌棚に戻したのよ。その時、雑誌を上下逆さまにして戻しちゃったんだね。仕方ないじゃない、急いでたんだから。間抜けすぎるな、どいつもこいつも。そんなことより、さくらちゃんを殴ったのはどうして？雑誌を棚に戻した直後、急に背後から獣のうなり声みたいなのが聞こえて、それで振り返ったら、血まみれの大神さくらが私を睨んでたのよ。その血を見たせいで私は雑誌棚の前で気絶しちゃって、だからその後のことは覚えてないの。ほっほー、出てまいりました。ヤッホー、やっぱおめえのせいだったか。私のせい、白夜様のせい、二つのせいがぶつかり合うことで。When our two minds collide。 聞かれたことだけ答えろ。お前が大神さくらを殺したのか？大前提としまして、私とネクラは同じ記憶を共有してないので。なので何が起きたのか詳しいことは分かりませんが、とにかく私がすやすや寝てたら、誰かがガシガシ揺すり上がるわけよ。あれ、王子様と思って目を開けたら、なんとスプラッサー。私びっくり、びっくりしすぎ、近くにあったボトルで引っ張ってきた。だって怖かったんだもん。さくらちゃんは心配してくれてたんだよ。それなのにひどいよ。ひどいのはあいつだっつーの。おかげで燃える男子以外は初めて殺しまったよ。その後あなたは証拠隠滅のために。もう、だって女なんかを殺したせいで死にたくないじゃん。どうせ死ぬなら白夜様を殺して死にたいわ。どこかで一人で死ね、一切の意味もなくただ死ね。ついてなかったの、いろんな不運が重なったのよ。だっていつものオーガチンなら私のバトル攻撃ぐらい平気でかわせたはずよ。さすがの彼女もハガクレ君から受けたオーダのダメージが残っていたんでしょうね。いや、なんつうか、でもよかったべ、オーガは俺が殺したわけじゃなかったんだな。とにかくこれで決定だね。じゃあさっさと投票を始めようよ。ほら、どうしたの？みんな投票でしょ、さっさと投票しようよ。いや、まだだ。え、まだって何がまだなの？さっきの深川の話を聞いて妙だとは思わなかったのか？
いや、思うはずだ。ん？妙って？ハガクレの王だ。その後の深川の王だ。だが、それで終わりではなかったんだ。おい、深川。もう一度さっきの話をしてやれ。お前が気絶した後の話だ。そうすれば、いくら間抜けなこいつらでもさすがに気づくはずだ。ラジャーよ、ダーリン。私はつやつや寝てただけ。そこを王たちに起こされたの。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。血だらけのオーガに驚いたおめえはモノクマボトルでオーガを殴ったんだな。そう、オーガチーム王たち。お前がオーガミを殴った場所はどこだ。私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいました。私はすやすや寝てただけ。そこを王たちに起こされたの。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。血だらけのオーガに驚いたおめえはモノクマボトルでオーガを殴ったんだな。そう、オーガチームオーガチ。お前がオーガミを殴った場所はどこだ。私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいました。私はつやつや寝てただ。オーガに驚いた。俺はモノクマボトルでオーガを殴った。お前がオーガを殴った場所はどこだ。目覚めた場所と一緒の前でやっちゃいました。What is it? She's trying to tell me. 私はつ起こされ。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。モノクマボトルでオーガを殴ったんだな。そう、オーガチームオーガチ。お前がオーガミを殴った場所はどこだ。私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいました。しまった。私はつやつや寝てただけ。そこを王たちに起こされたの。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。血だらけの王が驚いたおめえはモノクマボトルで王がを殴ったんだな。そお前が王がを殴った場所はどこだ。私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいました。それは違う。
大神さんは椅子に座ったままの姿勢で死んでたんだ。雑誌棚の前での殴打が死因なら、彼女が椅子で死んでたことの説明がつかないよ。ようやく気づいたか。そんなの、その殺人鬼が嘘ついてるだけだよ。本当は椅子に座ってるオーガを殴ったんだろ。いや、雑誌棚の前でオーダーがあったことは確かだ。 Because there's blood there。 これだ。雑誌棚の前でのオーダーはあったはずだよ。棚の前に残されてた血痕がその事実を物語ってるんだ。じゃあオーガを殺した後、ジェノサイダーが死体を移動させたんじゃねえのか。俺が殺したと見せかけるためにな。俺が殴った時、オーガは椅子に座ってたからな。いやいや、待ちなさいって。私はハサミ以上に重いものは持てないんだって。だからあんな巨大な筋肉運べるわけねえだろ。じゃあどういうことだね。どうだ、これでも事件は終わったと言えるか。でも、それにこの事件の最大の謎である密室トリックもまだ解けてない。あの謎が解けない以上、この事件を解決させたとは言い切れない。あんな密室トリックなんて簡単じゃん。スカーがさくらちゃんを殺した後、またロッカーに隠れたんだよ。なるほど、ジェノサイダーは密室が破られるまでずっとロッカーの中に隠れてたんだな。そんで密室が破られたどさくさに紛れてロッカーの中から出てきたんだべ。いや、それは違うと思うよ。俺だ。娯楽室のドアを破る前、朝比奈さんも僕と一緒に見たはずだよ。あの時点ですでにロッカーは開いてたでしょ。だから深川さんがずっとあのロッカーに隠れてたとは考えられないんだ。私は知らんよ。そもそも密室トリックって何。おめえは犯人なんだろ。ってことは私は犯人じゃなかったりして。そんなの嘘だよ。嘘ではない。さっきから言ってる通り、この事件には続きがあるんだ。だけどよ、ジェノサイダーが犯人じゃねえとなると、オーガの死因は頭部の殴打じゃねえってことに。それがどうした。だって別の死因なんて。ポイズン。お前らがその可能性を見落としているだけじゃないのか。オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。結局私のせいにされてる。オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。ポキサデンミッツはグラブだ。オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられない。 No, that wasn't it. ちょっと、オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられない。